ディスターツール本社セインとアーブレーン2012ディスターインダストリアルツールズ社は1914年に設立されフランスに本社を置く電動空気圧アセンブリーツールを提供する産業メーカーです製品とサービスは20のビジネスユニットを介して170カ国以上で販売されていますディスターツールズ社は航空宇宙自動車産業 低トルクアセンブリや大型車用オフロード、一般産業などの分野で活躍しています。フランス企業、ジョルジュルノート、センチテック、さらにアメリカンテックモーティブとスウェディッシュスキャンローターがディスターツールズ社に統合されました。ディスター家のご兄弟の一人、マルセル・ディスターは飛行士でした。マースセルが飛行機事故で片足を失った後、 マーセルは木製の重い義足を装着していました。マーセルの兄弟チャールズはジュラルミン製の新しい義足のプロトタイプを設計してマーセルの歩行の自由を取り戻す助けをしました。これは史上初の金属製義足でした。木製の義足よりも軽く取り扱いが容易な義足を持ってマルセルは翌年には再び空を飛んでいました。この技術革新は より軽い義足を必要とする他の者たちの関心を引きました。その結果、マルセル・ディスターが率いるディスターカンパニーの設立に繋がったのです。当初からディスター社は技師のアルミ製部品に効率的に穴開けするために専用の空気圧ツールを開発する必要がありました。その生産活動での多くの開発に合わせ、同社は この分野での専門性を取得したことから、1950年代に専門の事業部門を設立することを決めました。このシンボルのオリジナルのアイデアは、第二次世界大戦後、長年にわたってティスター社の広告部門を率いたチャールズ・カンリフがアイデアを出したものです。成長の時代でした。特に新たな製品範囲の開発のおかげです。新製品の発売は、 作業者のオーバーオールだけではなく、馬の頭にも小さな図柄で示する新たな広告キャンペーンを伴っていました。この馬の力を借りたコンセプトは、約20年間にわたり、同ブランドの広告の多くで広がりを見せました。当時の経営陣は、それが同社のアイデンティティの具現化であるとすら判断しました。1973年、 馬の頭は、同社の創設者の一人であるルイス・アルベルト・ディスターの、署名を複製した、ディスター社のロゴスクリプトと組み合わされました。同ブランドの100周年を記念して、より現代的なグラフィックデザインを採用しました。ありがとうございます。